超久しぶりに喋、る動画を撮ろうかと思います。で、なんで撮ろうかと思ったかというと、あの面白きことの泣きを面白くっていうあの小説をね、自叙伝をあのずっと書いてて、あの3年前ぐらいにコロナになったぐらいで、あの辞めてたんですよ。その前はあの面白きことの泣きを面白くって108話やったかな、6話やったかなぐらいの、すごい長い小説をあの連載してて、で一遍完結して、で1年ぐらい経ったコロナの入りぐらいの時に、その後の面白きことの泣きを面白くっていうのを書いて、でまあまあまた、話題がたまったりしたら書こうかと思ったんやけど、もうなんせこのなんていう、もうあれだけ読んでた本がもう今もう本当に全く読まなくなった。あの1ページぐらいこう読んでるともうすぐカッてこう睡魔がね睡魔がやってきて、とてもじゃないけど見れない、で今はあのこう動画って YouTube とかね、もう YouTube 見たら本当に自己啓発系、ビジネス、なんか面白い都市伝説、まあ、宇宙、スピリチュアル、もう何でも今あるんですよね。本じゃなくてももう本当に斉藤ひとりさんの話にしても、小林誠寛さんの話にしても、今時のね堀江門とか、何もいろんな人たちの話があるんで、もう本じゃなくてもどんどん知識が入ってくるようになったので、でそうなってきた時に、自分が本も読めないのにこうね、また小説に、で何度かねチャレンジしたんですよ、小説その後の面白きことのなき面白く、3年前のあの、ね、コロナの状況でも笑いを広めて、新聞に特集してもらって、でその新聞の記事を見た、NHK の方がこう、ね、取材をさせてくださいって、 NHK まで出れて、そういうなんかいきさつを書いて、ね、コロナで光が見えないけど、俺も病気の時に光見えなかったけど、自分でこう光を放ち出したんですよね、笑顔とか、あの笑いとかでとか、あとプラスな言霊とかで、自分で光を、放ち出したら前に進み出したので、コロナの時もそうやって今光が見えない、本当はあの3ヶ月間すごかったですもんね、3年前一番最初のコロナのね緊急事態宣言の時は、でも自分たちで笑顔でこう光放ちましょうみたいな感じのことで終わってたんですよ。で今言ったように何回かこうチャレンジしたんやけど、やっぱ書けない、もう自分が活字を読まないのに人に読んでもらうとかいうことができない。で今も本当にこうやって映像とか動画で、知識とかこうなんていうの、自分の中にどんどんこう入れていってるんで、じゃあもう動画撮ろうかなと。で今日たまたまちょっと時間があったので、その後のね、面白きことの泣きを面白く、なんかこれを動画で撮ってみようかなと思ったんです。ということでよろしくお願いしますちょっと長い、もう3分の前置きあったけど、まあ、こういうのをなんで撮りたいかっていうと、記録に残しておきたいんですよね。これがあのいろんな人にあの見てもらえなくても、自分で後々なんかこう確認できることが残したいので、で、ね、コロナ明けました、一応3年経ってね。で本当になんか日本ってコロナに踊らされたな、コロナなんかね、あのちょっと言葉にしにくいんやけど、ね、あのコロナで本当に被害に遭った人たちは、何て言うの、亡くなった方もいると思うのでね、ご冥福とかこう、まあ、家族の人たちには大変でしたねっていう話なんやけど、まあでも日本人はコロナに強かったのか、世界まあなんかでもね、今もまた増えてるとか言うけど、なんか3年前の増えてるみんなの心の動揺と今はもう全然また違いますよね。
なのでこの3年間っていうのが本当になんかいろんなものに踊らされたなと。で俺はまあなんでこういうことが起きてるのかっていうのはね、まあ、神様からのお試しっていうかお知らせっていうか、これでも機嫌よく生きていけれますかという、試練試験かなと思ってやってたので、まあなんじゃなかったんですけど、まあいろんなことが起きましたね。そうで去年はね、もう本当に事業をやってる公民館で、人を集めてるその事業はもう本当存続の危機に。でこれもまたあれなんですよ、もう一方こう同じような仕事をしてる人たちがまあねずさんな経営をしてたので、ああもうあれはもうねそんなに持たんよねとか言ってたんですよ。本当にこれは言霊って恐ろしいっていうかすごいなと思ったのは、言ったことは自分に返ってくる。人のことを言うと自分がめっちゃ危機に去年見舞われていや本当にね、久しぶりにちょっとね夜が寝れんっていうか、寝れんことはないんやけど、ああこれはもうってんで、もう途中でねチケット制っていうのをもう月謝に変えてもらって、もうとにかく安定した収入に変えないともうこれはやっていけないので、皆さん申し訳ないんやけど、来た時だけもらうシステムからもう月額いくらと、だからね、来た時だけだったら1回来たら1回の金額を、ね、月に1回来たら1回の金額をもらえばいいんやけど、もう月謝もう1回、まあ申し訳ないけど1回来てももうね月謝定額をもらうというシステムに変えてもらって、いや本当なんとかね乗り越えられたんですよ。もう本当ね、これはやっぱ経営の勉強やなと思って、経営って言っても本当全然ちっちゃい話、もうなんか人に言うとね、ライオンズクラブとかね、まあまあうちの兄ちゃんも経営者だったので、その言うとお前の言ってる金額とかもうほんとちゃんちゃらね、なんかこうそんなんで悩むぐらいの金額じゃねえんじゃって言われるけど、それでもやっぱね、そのお金ってやっぱなんていうんですかね、すごいパワーも持ってるので、あそれなりに、ちょっといい経験をさせてもらいましたね。もう人のことは言いまいと、本当に言ってるつもりもなかったんやけど、でそんなこともあったりとか、まあ人間関係っていうのはもう本当こうそのコロナの手前のその後の面白きことのなきを面白くとか、まあ面白きことのなきをも面白くって、まあ頃はとにかくもう人間関係の勉強だったんで、前半戦が体の話を入れてね、病気だった頃ので、後半戦が経営のあれで、経営じゃん、人間関係の話で、そう人間関係はねもう勉強させられたの。本当にこの人生って本当に体のね、勉強させてもらって、それからに人間関係の勉強させてもらって、で、お金の勉強させてもらって、でまあここでお金の勉強すると大体ね、みんなお金持ちになる、起業家とかね、投資家とか、だから本当ね、何やったっけあれ、なんとかの法則、あ出てこんなんかお金のね錬金術じゃないけど、お金を生むで、まあひとりさんって大実業家なんで、お金の勉強とかもすごいやったんやけど、なんかどうももうね波動っていうかなんか変わったんですよ。本当にひとりさんにしても、小林誠寛さんにしても言ってた、今を幸せって思うようにしようとかね、今あるものをお金にしても、今あるお金に感謝しよう、そう言いながらもやっぱ正当な欲とかいうのがあって、人間ってこうやっぱりね、お金持ちになっていくことが、なんか悪いこととかではないよ、お金は なんとか、まあ、なんかそのお金持ちになっていきましょうっていう、流れがあったのが、本当に子供たち見てるとも思うんやけど、もう恵まれすぎてるんですよ。お金持ちなんですよ、もう根本的に。もう子供の部屋のおもちゃのもう本当こうすさまじいぐらいのね、おもちゃの量で、もう子供たち帰ってきたらポンってiPad ですかね、あれ持ってきて、シャッシャッ、もうポンピッ
シャッシャってもう3歳4歳の子供がもう説明書もなしにね、使うんですよ動画見るんですよ。なんかもう本当に恵まれすぎて、だからお金持ちにならなくてもめっちゃ裕福なんですよね。うん、で、まあ、これはもう先に言うんやけど、もう不労所得で生きようって決めたんですもうね、もう俺の仕事って本当にあの世のため人のためなんですよ。本当にあのね、公民館におばあちゃんたち、おじいちゃんおばあちゃんたちをあのちょっとのお金ね、会費で集めて、その収入なんですよね。だからなんかあからさまにこうすごい利益を取ることもなく、どうにかこうにか毎月毎月この十数年間本当自転車操業みたいな感じでやってきて、最初はもうね赤字でアップアップでなんとかやけど、で最近は本当にもうでも変わってないんですよ。毎月毎月こうあるお金あるお金を回していったりして、でお金に感謝してね、でその不労所得で生きようっても言い出してからは、もう不労所得って何っていうと、まあまああの自分がその働いてなくてもなんかいろんなとこからこう入ってくるお金でそれはあの公民館でね、あの皆さんからもらえるご厚意でもらえる野菜であったり、なんか差し入れであったりで、そんなことに感謝して ありがとうございますって言ってると本当に予期せぬお金が入ってきたり、するんですよ本当受けるぐらい、もうこのでもうコロナの間なんかもう給付金で行きましたからね。でじゃあ働かなくてそういうのが入ってきてるんかっていうと、僕俺の仕事ってやっぱこうボランティアみたいなことが多いんですよね。やっぱ運動指導にしても体、人の体をメンテしに行くにしたって、まあ最初はボランティアみたいなことからやっていって信用を得てくると、そこからはもうお金が入ってくるかもしれんけど、なんかその噂を聞いて巡り巡って違うところから入ってきたりもするんですよ。これが本当面白いんで、あの不労所得って言ったって何もしないで入ってくるんじゃなくて、なんか自分が世のため人のためにやったことがなんか巡り巡って入ってきてるような感じなんですよね。いや本当にで最近でそれがまたね、あのなんかピンチみたいな、やっぱこう本当ピンチがチャンス、っていう本当ピンチピンチチャンスチャンスランランランなんやけど、あのピンチを笑顔でやってると、チャンスに変わってきて、でいい結果がやってくるみたいな、本当になんかこうだから今回もついこの間あの契約チームが負けたんですよ。でうちのキックボクシングの選手が負けたんですよってあーって、でもこんだけなんかやっぱ思い通りにならんようなことが起きたら、なんか絶対いいことが起きるよなってもう思ってるんですよ。思ってて次の日行ったあの現場でその日に契約が切れたんですよおまだ悪いこと起きるんやと思って思ってたんやけど、そう思いよってたらやっぱあのすごい、えそんなとこからお金が回ってくるっていうようなあのお金の入り方がして、でそのお金もあの俺が自由に使えるわけではなく、まあ何かあった時に使えばと、あとはまあまあそこにちょっとお金入れさしちょってみたいな感じのお金なんやけど、でもものすごくそのお金に対して感謝できるんですよ。なんかそのお金がその別にあのなんていう選択っていうか無駄なお金の使い方をするわけじゃなく、それは別に必要な時だけ本当に必要なことがあった時に使わせてもらうお金でそこにあるだけで、ものすごいなんか感謝するっていうか豊かになるっていうかね、はあ、なんかだからお金持ちのこうなんか感覚が変わった、そんな億万長者でもないし、でもねもう2億円入ってくるって言い出したんで、何らかの方法で2億円は入ってくるんですよ。とにかくバス会社を作らないとね、
公民館に来るおばあちゃんたちの免許がだんだんみんなもう返還し始めてるんでね。たらやっぱ最初はバスで行くよっつって、あのバスで来てくれるんやけど、結果やっぱ来なくなるんですよね。たらもう送迎するしかないんですよ。だけバス会社を作らない県警でね、市のあの議員さんとかなんかこう相談、もう市の人もう行政ってもうとにかく自分たちが今やってる仕事はぐらいのことはちゃんとするけど、あの余計なことは持ってこんでくれってね新しいことは好まないんでね。で自分たちでやる事業に関しては、あ、そっちが勝手にやるんだったらあのやってください、あのいいえ、ほんでいい話ならあのなんかね、話だけは聞きますよぐらいな感じなんですよね。だからで議員さんに聞いてもやっぱ民間でやった方がいいよねって言われるんで、うん、とにかくバス会社を作るにはあのやっぱ資本金がいるのでね。ほんでどっちにしても老人は増えるし、健康で生きたいっていう人はあの本当になんかね、介護施設に行って、みんな口ではあの健康寿命ね、健康なままあの年取りたいとは言いながらも、あのきついことはしたくないんですよ。ね。だから、そうやって送り迎えして、で、まあ、病院の待合室が憩いの場じゃなくて、なんていう、公民館、俺たちが、ね、利用して、公民館が憩いの場にしたいんですよね。そこが人が集まるようなシステムにしたいので、うん、で、まあ、2億円って言ってるので、でロト6の行動支援、行動しないといけないんでね、行動するのにどうしようかなと思ったら、とりあえずロト6買おうと思ってロト6が大抵、当たるか、2億円入ってくるような事業、チャンスがやってくるかですよね。で、まあ、チャンスって今言ったようになんかピンチみたいなことが始まるので、なんかね、思い通りにならないようなピンチみたいなことが起きたら、おなんかまた入り口が開け出したねと、思って、もうこのなんかピンチが始まるとワクワクしだす習慣がついてしまったので、でもうピンチがなかったら自分でピンチ作り出そうかぐらいの勢いになりますからね。あ、なので、まあ、この3年間で本当に鍛えられて、ほんでちょっと本当はね、なんか変わったんですよ。昔はやっぱりひとりさんとこのね、青汁の代理店とかにもなって、うん、これがなんかチャンスに変わっていくんかなとか思ったけど、まあ、どうも俺は属せないもうなんか団体行動が本当できない。もうなんかこうね、うーん、最近あるね、太鼓のね、有名な団体のチケットどうしても人おらんけ見に行きませんかって、で俺も和太鼓をやってるから、あのまあ行ったら燃えるんかなと思ったら、もうやっぱどうもやり始めたらね、やるのが好きな人間みたいで、見てても全然こうあのまあまあ参考になるようなことはあったけど、まあやってるね、同じ和太鼓でもあの競技特性が違うので。うん、なんかもうほんでとにかくじっとできないんで、じっとしとくともうこう、ああもうって動き出したくなるので、うん、団体行動ができないとかいうのもあるので、そうだからそのひとりさんとこのね、青汁にしたって、なんかんでなんかこう、うん、まあいいやなんかね、そういうのがあるとやっぱ集まりに、もうひとりさんの考え方とか本とかね、 YouTube とか見ても考え方はもう本当にその通りやし、それを実践してるんやけど、じゃあそこの団体に行くと、ね、そこそこのやっぱ色があるし、その代理あの特約店とか総塾長、今どういう言い方しようか分からんけど、そこそこのね、あのまあ恵美子社長とかこう前見社長とかいろいろな人たちのとこに行くとその色があるんでね、でそこに行ったらやっぱその色に染まらないと失礼ですよね。もうそれは本当にそう思うんですよ。で俺はそこに染まれないので、やっぱそんな失礼なことはしたいけんと思って、ひとりさんの青汁は本当にあの俺の体に合ってるんで飲むけど、でまあまあ特約店としなので特約店としてのまあ毎月毎月の金額分は買うけど、もうそれぐらいでいいかなと
うん、もう本当これだけはね、いくらひとりさんの青汁が俺が合ってていいっつっても、じゃあみんなに合うんかって言ったらもうね、それは人それぞれなんでね。で俺がこういう言い方をするからまたね、あのひとりさんとこの青汁の販売店の人たちからすると、なんてこと言うのっていう話になるもっと広めなさいよっていう話になるんでね、俺はやっぱどうしてもで、ね、運動指導者として食っていってるから、運動指導でって思っても、なんかもうこれももう本当に今本当にあの現場に行ってもみんなもうあのほっともうみんな自分が楽しく美味しいもの食べてね、運動俺の運動教室に来てても、じゃあ本当に俺の運動指導で元気になりたいんかっつうと、なんか暇をね潰しに来てるんです本当もうあのなんか本当に俺の言う通りにして健康になりたいわけじゃないんですよ。みんななんかそこに来てちょっと気晴らしで、やりたいんです、ね、時間を潰したいんですよ。もう今の人たち、現代人の特にもう年金をもらっている人たちの最大の敵は暇ですよ。暇な時間なんです。もうそれがあるがためにみんななんかいらん思わんでいいようなことを思ったりとか、ね、不安に駆られたりとか、なんかいろんなことが起きてる。で今の人たちに適度な運動を毎日しましょうっつったって、もうやったらやった分体壊したりするんですよね。うん、まあもうこれはねもう言い出したらもうなんか長くなるんでもうこんくらいにするけど、やっぱもう適度な運動ぐらいで、でね、薬が悪いとか、なんか病院のね、もうなんかこう食べ物がとか、まあそれこそワクチンがとかね、もうどうでもいいんですよもうなんかただ楽しく生きるしかないんです。薬飲みながらとかでも90歳ぐらい生きれるんです。がんになろうが手術しようが何しようが、まあ俺がそうやし、まあみんなどんな健康寿命をやろうが、薬病院に行きながらやろうが、薬を飲みながらやろうが、悪いもの食べながらやろうが、80、90ぐらいまではみんな生きれるんですよ。だからね、いかに楽しく生きるか、ね、こうなんか生活習慣病になりながらでも、そんな食べるものを気にしながらこれ食べたらいけんのやろうかとか思いながらするんで、これ食べたらいけんのやろうかとか思いながらでも食べるんですからね。もう食べるんやったら、あ、美味しいわっつって機嫌よく食べて、薬飲んでごまかしながら、楽しく生きた方がもう最近はいいと思うんですよね。だからもう本当、でも本当にだっていくら言ったって、やっぱ先生あれやな、肉食ったらな、肉ばっかり食ったら悪いな、やっぱこういう病気になるなって言いながら手術して帰ってきて反省して、でもちょっと元気になったら、先生やっぱ肉が食べれるようになったら美味しいなっつって言ってるんですよ。だからもうやっぱ人間ってやっぱ自分のしたい通りに生きるのが一番いいやなと、だからもうねそんな感じですよ、面白きことのなきを面白くの、本当にその後のその後の面白きことのなきを面白くは、もうみんな本当に好きに行きましょう、ね、でもうアドバイスとかいらないんです。もう人の話を聞いてあげて、ああよかったですねって、もう本当よかったねって言って、で改善したい人はもう本当に、だって何も言わんでも勝手に改善しますもん、改善の仕方はまあそれはだって俺が健康になっていた話とかはそれは仕事上するんでね、それに感銘した人は、そう俺が健康になった話をしたかちゅうて、それをみんなが丸こうやるわけではなく、その聞いた人が、あ、じゃあ私はこういうふうに、あの先生がね青汁で健康になったんやったら、私は自分でちゃんとこう野菜の青汁を作ろうとか、いや私は違う健康食品でとか、もうみんな違うんですよね、もう、うん、でもいいんです、それでみんなが本当に幸せって思える、もうね健康になることが幸せなんか、美味しいものが食べるのが幸せなんか、ね、なんかそういうスピリチュアル的なものをやって幸せなんか、もうこれは100人おったら100通りなんで、
もうその人その人たちの私はこれが幸せっていう話を、うん、聞いてあげたらよかったですねって、もう愚痴を言うのが幸せっていう人はグループが違うんで、愚痴を言うのが好きな人のところに行って言ってくださいって教えてあげるのがここじゃないみたいですよって、言ってあげるのがあれなので、でお金のね、体の学び、人間関係の学びで今や、ね、最終的にお金の悩み、お金のそうお金の悩みっていうのがあったけど、もうゴールは決まったんです。決まったからもうだけどもうそれもほぼほぼないんですよ。だから1年か2年前ぐらいになんかお金が絶好調になってきて、うわ俺お金も絶好調になってきたなって思った時に、なんかやっぱり人間欲っていうのがあって、こう YouTube とかでお金の波動が良くなる音楽とかね、なんか話とかね、まあ、それこそひとりさんの、無から有を作る話、なんかそんなのをいろいろまた勉強し直した頃があったんですよ。その時に起きたことは、せっかく調子が良かったのにまたそういうことを聞き出したから、ね、お金の入りが良くなるなんか音楽とか、だから今あなたお金がないのねってまたそれを発動させたもんやけ今を満足してないのねって、もっと良くなりたいっていうことは今を満足してないのよねっていうことをまた発動してしまったがためにうまくいかなくなったことがあって、もうだから今もうそれももうそういうのも、今をもっと良くするんでね、よくこうネットワークビジネスの人とかとかの勧誘があった時にしても、今よりももっと、ね、もっと良くなるのにもったいないとかなんか言われるんやけど、いやもういいって、もう俺は今がこんだけ幸せなのにね、幸せ幸せってやっていってたら、だってねもう来るもんは来るんやもん、だってね試練やら今よりもっと良くなるようなことは本当に勝手に来るんですよ。来るけ、もう今が幸せって、いやそれでもああもうこんなことが来たか、でも幸せやもんねって言いよったら、もう勝手に俺のレベルはどん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 上がっていくんで、もうそういうもうあと50年間もそういう人生ですよ。いやもう本当にね、そらレベルが上がれば上がるほどレベルが上がったようなことは来るけど、来るけど本当にでもね、やることはもうめっちゃシンプル笑顔で、笑顔と言霊で、どん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 過ごすだけです。乗り越えることなんてもうやらないです。もう受け入れて、うんよかったねっつってやっていってたら勝手に良くなっていくというね、いやもう本当に最高の人生になってしまいましたよ、だからこれがもうその後の面白きことのなきを面白くが、これがもう完結かな、最後は動画で完結かな、まあ、気が向いたらとんでもないまたすごいことが起きたら、流すかもしれんけど、本当にお金は不労所得としてどんどん入ってきてます。だからもう今仕事は全然選んでないです。それがボランティアだろうが、なんかね仕事するときに、あやっぱ利益を考えないけん、お金をもらわないけん、プロとしてとかも考えたけど、もうそんなことさえも考えてないです。もう、呼ばれれば行くしね、呼ばれなくてもこれは世のため人のためと思えば行くし、でそんなとこからお金入ってきましたかつって、いうようなお金の入り、もうとにかく常にいつもお金には感謝してます。もうちょっと出ていこうお金、今ねお金はあまり使わない、カードとかね D 払いとかやけど、もう D 払いのこう金額見ただけでもありがとうねって、もう D 払いもこの携帯です、携帯っていうのにもうこんな便利なツールがあるっつってね、感謝しながら使ってますし、もう本当に感謝ばっかりですね、そういう人生になってしまったので、その後の面白きことのなきよく面白くは、本当に全てのものに感謝して生きていくっていう、物語で完結します。はい、よかったね、ほっほっほっは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 、イエーイ、いいぞいいぞ、イエーイってね、これ笑い終わっていうね、最後締めの時に絶対やる、
エクササイズなので、はい、ちゅうことで笑顔を作って終わりましょう。その後の面白きことを、泣きを面白く終わりに、しゃ無事。あ、でも言霊は言って終わらなくてもいいか。まあいいか。絶好調に、よし。